はい、一言で言いますと、超超超エリート高校生ですね。開明高校という、超天才が集まる高校の、生徒会長、そしてクイズ研究会の会長をやらせていただいていまして、すごく真面目で恋愛まっすぐで、そんな、大鳥圭介くんが、恋愛というものを見つけてしまって、その超難問に挑んでいくというような感じです。勉強の面に関しては共感できる部分は正直ないのですが、恋は盲目という言葉がありますが、その言葉はね、すごく僕は共感しました。すごく真面目で、うちに本当に熱いものを持ってるような、あの彼だなと思って見てるんですけど、お父さんが自分の高校の校長先生だったり、本当小さい頃からずっと勉強をしてたってことなので、本当幼稚園小学校からずっとなので、こう真面目に生きてきた、こう勉強しかしてこなかったこう姿とかが映像で見て、皆さんに感じ取っていただけたら嬉しいなと思います。僕はですね、その主役の男の子の大鳥くんと同じクイズ研究会という、もうそうですね、一緒にこう頑張ってきて、学生時代にこの多分誰もが経験する恋の盲目というか、その恋を科学的に分析していく大鳥くんの友達、このメインの恋は大鳥くんの恋ですけども、そうっすな、恋愛という点ではすごく共感するところも多いっすね。チャッシュ、僕の演じる役は獅子丸公平という役なんですけど、長がつくほど、お金持ちの息子で余裕があって、で頭も良くて、で謎々もクイズも答えられた、経験が本当に人生であったかなって思うぐらいの人なので、クイズ王を見てちょっと学んでますよ。本当物静かで分析が得意っていう、神岡はそういう役なんですけど、なんかすごい頼もしそうじゃないですか。ですけど、なんかどこかこう間抜けな部分あったりとか、っていうヘタレな部分がちょっと見えたりとか、そういうなんか人間味のあるところがなんか魅力的だなと。なんかところどころちょっと恋愛語りそうな感じのこととかもなんかね、出るんですけど、お前がみたいな、なんかそういうところもなんか可愛らしいなって思いますね、このキャラクターは。はい、どうなんですかね。でも結局まっすぐストレートに思いを伝えていくっていうのが、僕は一番成功する秘訣だと思います。あまり自分の気持ちをストレートに伝えるというのは苦手なんですけども、恋愛は行った方がいいかなということで。アタックすることじゃないですか。だってじゃないと多分何も始まらないじゃないですか。なんか何にしろやっぱ挑戦したり、恋愛にしたら多分アタックして、ちゃんと思いをきっと届けたら、その恋愛はきっと叶うんじゃないですかね。分からない、多分はい。俺結構ラブレター書くんですよ。恋愛詩集を抜粋してラブレター書くんですよ。でもそれもちょっと一歩間違えたら危ないですから、一回友達に相談する方がいいっすな。一回友達とちゃんと女友達とか姉ちゃんとかに一回見てもらってやってラブレター作るのが一番いい、気持ちは伝わるかもしれないですな。じゃあし、もうほんと一つ言うのであれば、諦めない。自分は3回振られたことがあった女の子と4回目で、付き合うことができたことが、経験としてあるので、本当に諦めないで、当たって砕けろで、進んでいくべきだと思います。やっぱ僕もこうそんなストレートに言えるタイプじゃないんですよ、恥ずかしいんで。そういう人におすすめなのは一つあります。いい感じの恋愛ソングを聞かせるっていう。僕がやったのは俺んとこについてこいよみたいな歌詞のラブソングを、これ聞いてみてよって言って、相手にいっぱい聞かせて、
擦り込ませるっていうのはやってました。はい、効果ありましたね、これは。今の奥さんがちょうど、はい、第一実験者っていうか、はい、だからもううまくいってるんじゃないかなと思ってます、勝手に。TBS で11月21日火曜深夜からスタート、恋愛のすすめ、ぜひご覧ください。そして11月21日の放送後から TVer、TBS フリーにて無料見逃し配信も始まります。見てね。そうですね、金髪でちょっと長めの髪の毛が僕のイメージです。僕もなんかさっきからこっちの自分の姿を見てちょっと違和感があって、喋り方がちょっといつもと違うんですけど、ちょっとスイッチ入ってます、はい。ときめく時を TBS。